北口の円形藤沢駅は、神奈川県藤沢市、藤沢及び南藤沢にある、東日本旅客鉄道、小田急電鉄、江ノ島電鉄の駅である。以下の3社3路線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。1887年7月11日に、関営鉄道の旧、横浜駅構図駅間会通と同時に、藤沢塾の玄関口として開業した。ただ、 線形の問題で、駅が当時の藤沢塾の中心街から 1km ほど南に設置されたため、開業時の駅周辺は閑散としていたという。その後、藤沢市役所をはじめとする多くの公共施設が駅周辺に移転し、藤沢駅前に多くの百貨店などの大型店が出店したこともあって、駅周辺は湘南地域でも有数の繁華街に成長した。 しかし、1990年代後半よりこれら、大型店の撤退が相次ぎ、やや空洞化も見られていた。近年では2012年3月に策定された、藤沢駅周辺地区再整備構想、基本計画により北口、南口のデッキ等の再整備が大規模に行われており、周辺地域への利便性が向上しつつあり、さらに、南北自由通路拡幅整備事業及び、 藤沢駅改良により、南北自由通路の拡幅とともに、小田急線と JR の乗り換えが同会で可能とする改良が行われる。また、2017年12月藤沢市役所新庁舎が完成で、駅周辺で新たな変化も見られる。藤沢駅前には、多くのバス路線が乗り入れ、バスと鉄道を乗り換える客の利用も多く、市内の公共交通の結節点にもなっている。 名実ともに藤沢市の玄関口となる駅である。1923年の関東大震災で、倒壊した藤沢駅東海道本線旅客線上と貨物線上に、それぞれ一面二線、合計二面四線の島式ホームが設置されており、その上に、京上駅舎を持つ地上駅となっている。駅構内には緑の窓口が営業している。 旅客船ホームにあたる3.4番船ホームの辻堂寄りには上下船間に引き上線があり、当駅から東京方面への折り返しが可能である。しかしこの引き上線は途中に踏切があるため、使用している間は踏切が閉じたままとなってしまうことから、後日の当駅始発以外での使用例は緊急時や工事等による計画的な区間運休を行う際に限られる。 3.4番線ホームの辻堂よりには湘南電車キオスクと呼ばれる国鉄80系電車をあしらった形の売店が設置されている。これは同じ塗装で親しまれた113系電車が JR 東日本の東海道本線から2006年3月17日に撤退したことを記念して設置されたものである。二千十六年にリニューアルが行われ運行番号の表示が それまでの、キオスクから、ニューデイズに変更された。ニューデイズは、駅コンコースの改札外にも設置されている。乗り場発車メロディ全ホームで、東洋メディアリンクス制作の発車メロディが、使用されている。線路の様子 JR 東日本の駅の南側に、設置されている、東端式ホームに面三線を有する地上駅。駅舎は、JR 東日本の駅と階段で接続されているが、 独立した建物であり、ホーム東端の車止めの先の地平部に設置されている。相模大の方面、片瀬江ノ島駅を直通する列車は当駅でスイッチバックを行う。江ノ島線の相模大の方面藤沢市街地間の建設に際しては、用地買収の手間がかからない西側を通すことになったが、当駅でそのまま江ノ島へ進むと、 現在の江ノ島電鉄線と完全に並行することとなり、それを避けるように鉄道省から指導されていたため、当駅でスイッチバックして西側を進むルートを取った。ホーム西側に JR 東日本との間の乗り換え用湖線橋があり、その中に連絡改札口として11通路の自動改札機と自動生産機が設置されている。なお、以前は通路が狭く、 自動改札機が両端に一台ずつ設置されていた。特急ロマンスカーの江ノ島とホームウェイ、モーニングウェイ、メトロ、江ノ島号が停車する。管区町、駅長所在駅であり、藤沢管区として中央林間駅、片瀬江ノ島駅間の各駅を、藤沢管区藤沢管内として6階日、大前駅、片瀬江ノ島駅間の各駅を管理している。 2009年3月頃、行き先案内表示機がフルカラー LED 式に更新された。2012.2013年度中に各ホームの上屋増設工事を実施した。乗り場、江ノ電の駅は JR 小田急の駅の南口からバスターミナルを挟んだ南側にある小田急百貨店の2階部分にある。JR の改札続きの南口からは、 ペデストリアンデッキで直接つながっており、屋根も設置してあるので、雨天時でも濡れずに、行き来できる。パスもスイカ等対応の自動改札機が設置されているが、自動改札機自体は、鎌倉駅とともに、パスも導入前から設置されていた。トイレは乗車ホームの先端に設置されている。2006年7月から、ホーム中央に多目的トイレも設置された。改札外には、 エノデングッズショップが設置されている。喫茶店、エノデンのコーヒー屋さんも隣接していたが2018年5月、閉店した。初期には国鉄や小田急と並行する形で線路とホームがあり、二面二線構造の地上駅であった。駅周辺の再開発に伴い、現在の駅ビル方式会場二面一線の構造になった。当初は地下化する計画もあったが、 車両の何年かなどの問題から効果化が選択された。戦後の一時期は小田急と線路がつながっており、こちらで新車や東京急行電鉄から購入した貨車の搬入がされていたという。線路集団は第二車止めとしてドイツ製ラウウェイの車止めが設置されている。ラウェイ車の歴史は江ノ電並みに古く主に関西と関東の一部の大手私鉄の新線都市線で、 見受けられる。江ノ電のような中小施設が使用しているのは珍しい。2009年8月1日現在、この車止めの後部に、江ノ電の電車のおもちゃが飾られている。乗りバイス線のみの線路両側に校舎、乗車に分かれたホームがあり、改札口から入って、左側が乗車ホームであり、数字で表す番線表示はない。江ノ電の列車には二両編成と四両編成があり、 列車が到着する際は自動放送で足元の黄色や緑の標示の場所で並ぶように案内される。乗車ホームからは見ることができないので気づくものも少ないが乗車ホーム中央下に 0km ポストがある。乗車ホームは平成に入り拡幅工事が施行された。以前はチューブ上の乗り場だった。大船県が JR 改札外横に出店している。主な駅弁は 下記の通り、駅弁当は見なされていないが、JR 改札口に隣接する藤沢ルミネプラザの起用券にて、シューマイ弁当が購入可能。藤沢市の中心駅で、2012年度の各社合計の乗降人員は1日平均約39万人であり、これは藤沢市のみならず、湘南地域の鉄道路線全域で最も多く、全国的に見ても34位である。 近年の1日平均乗降人員の推移は下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通り。北口周辺の様子。様々な建物が並ぶ。駅周辺は湘南地方でも随一の繁華街で百貨店や大型スーパーが林立するほか、数多くの商店や飲食店が並ぶ商店街も各方向に伸びている。また、 数多くの銀行、証券、保険会社が駅付近に支店を設けており、特に五大都市銀行グループと三大証券会社グループの支店がすべて揃っている。近隣には住宅も多い。以前は多くの住宅が商店街や商業施設よりも遠い地区にあったが、1990年代後半以降は駅付近にもマンションが進出している。駅東側の藤沢市役所は、 国道467号をまたぐように立地しており、その周囲には主要な行政機関が並んでいる。地形は近くを流れる境川に向けて緩やかに下る傾斜地になっており、駅東側ではその地形を利用して、国道467号が東海道本線の下を通る形で立体交差している。道路が駅から放射状に伸びており、 東海道本線を南北に横断できる道路も少ないことから休日には駅周辺の道路がしばしば渋滞する。北口方面南口方面ビッグカメラ藤沢店商業施設商店会かつてあった主な商業施設駅名右のの英数字は駅番号を表している。注釈出店ありがとうございます。